では陸上競技場にお集まりの観客の皆さん、改めましてこんにちは。本日パイナップルボールスタジアム DJ 担当させていただきます FM 沖縄の西向井幸三です。よろしくお願いします。そして本日は私一人だけではありません。あと大阪から特別ゲストをお招きしておりますタージンさんです。こんにちは、私がタージンです。今日は大阪よりこちらの方、沖縄パイナップルボール、こちらの方をですね、楽しみにやってまいりました。よろしくお願いいたします。さあ、カジさん、ありがとうございます。おお、私の若い子は、ガオラが聞いていた、そのままですね。そうなんですね、僕はアメリカンフットボールが大好きで、はい、私は経験者ではないんですが、フットボールファンとして、NFL、アメリカのプロフットボールを実況しておりました。はい、この関係で、今も学生フットボールを中心に喋らせていただいてますが、今回は何と言いましても、日大のこちら、親善交流試合と聞いていますので、はい、力が入りますね。そうですね。こちら、琉球ガーディアンライオンズもまだ独立したばかりなんですけれども、毎年11月に首里城ホールでも過去2回やったんですが、こういった形でもね、はい、本当に国際試合というのもなかなか機会ないので、ぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいと思います。ひょっとして西向井さんはもちろんフットボール2でいらっしゃいますが、この会場にいらっしゃる方はフットボール2ばかりではないでしょうか。そうですね、やはりまだここ沖縄にはフットボールの試合を見るという機会がないので、なるほど、会場にいらっしゃる皆さん、もちろんご存じの方もたくさんいらっしゃると思いますが、まだよくわからないという方もいらっしゃると思います。じゃあ私も本当に初心に帰り、いろいろフットボールを楽しみたいと思いますので、はい、一緒に楽しんでまいりましょう。よろしくお願いします。アメリカンフットボール、かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、教官が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が再現されようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆さんこんにちは、道楽エリチャです。令和5年7月1日場所は沖縄奥部山陸上競技場にて2023第1回パイナップルボールが催されます。この試合は日本そして台湾の交流戦という形で行われますインターナショナルマッチとなっています。現在両チームその試合に先立ちましたウォームアップ終わりまして、試合開始前のセレモニーとして両陣営のゴールポスト内に散ったところであります。まもなく両チーム入場となります。本日の沖縄は非常に好天に恵まれました。しかしあいにく風が強い状況になりましたため、マイクの方でその風の音を拾ってしまう状況になっておりますが、何卒ご了承いただきたいと思います。さあ、そしてこれより両チームのオープニングセレモニーが行われます。先立ちまして入場しますのは台湾からの参戦となります台北プレデターズ。2015年に活動を始めまして、まだその歴史は浅いながらも中国リーグにおいてその身を研ぎ澄ませ、そしてその力を高め合ってこの、沖縄の地に参戦してまいりました。この中にありましてその戦い厳しい中、しかしその力量を問わんとこの一戦に挑みます台北プレデターズ。台北プレデターズ入場者になりました。
して、それに入れ替わる形でホームチームとしてこの台北を迎え入れました。 XE 所属琉球ガーディアンライオンズの入場です。遠く沖縄の地にありまして、しかしそのアメリカンフットボールをこの地に伝えんとようやく結成いたしまして、昨シーズン X リーグ初参戦を遂げました。結果は3勝3敗という形でしたが、その力が決して見劣らないことを証明し、今季一気躍進を図らんとしております。琉球ガーディアンライオンズゲットイン。さあ今週はジュニアトーナメント参戦を見送りましたが、その力そして陣容は非常に充実したものをこの春でも見受けられています。さあその春の成果をこの一戦で見せることができるでしょうか。琉球ガーディアンライオンズ、このブルーの車本当に沖縄にぴったりなチームカラーですけども、琉球ガーディアンライオンズ、いわゆるシーサーを言うんでした。なるほど。このマスコットマーク、このニックネームということになっています。チームとして両チームサイドラインに散りまして、まもなく試合開始となります。もうすでにね、戦いは始まっているという感じがしますから、この辺りから皆さんもどうぞ大いに楽しんでいただければと思います。早速チャット欄にさまざまな方々のメッセージありがとうございます。それぞれのチームに所属しております選手、それぞれメッセージを送っていただいております。大変光栄に思います。多くの方々にこの試合がご覧いただくことが非常に嬉しく思いつつ、そして彼らにそれが伝わることを願っております。中には他のチームから宮古島シーホースからも移籍しました選手が含まれています。高見沢選手、昨シーズンその勇姿を見せておりましたこの選手が琉球に参戦する形になったようです。その選手たちのさまざまな思いが詰まる形でこの一戦が行います。なお本日の一戦は場内実況としまして FM 沖縄の西向井アナウンサー様、そしてゲストとしましてアメリカンフットボール実況でおなじみのタージン様がその脇を構えまして場内を盛り上げております。これに負けないようネット上でもその熱戦が伝わりますよう、私も全力を尽くしたいと思います。これより試合開始前のコイントスが行われます。この記念すべき第1回大会のコイントスを行いますのは沖縄古社那覇副市長様がコイントスをしていただきます。両チームチーム代表がその中に入りまして、まもなくコイントスを行います。キャプテン並びにキャプテンがこうやってセンターに、この辺りから緊張感が出てきましたね。そうですね、このコイントスによってはエンドとそれからボールをキックするのか、はい、レシーブするのか、はい、というのが決められる。手前側に陣取りますのがホームチームになります、琉球ガーディアンライオンズ。チームカラーのブルーをまとっております。奥側になりますのがビジターとなります台湾リーグ代表の台北プレデターズ、ホワイトのユニフォームでこの試合には挑みます。後半取るのか前半取るのかいろいろこちらまた考えないといけないですからね。今回またここにいますと風が結構強いので、うん、風の影響というものも大きくキッチングゲームには関わってくるのではないかと思いますね。さあポイント数が今終わりましたか、はい。こちら市長副市長様によるコイントスが行われました。現在その記念すべきセレモニーの記念撮影が行われております。記念撮影、そうですね、これコイントス前に記念撮影をなさってるんでしょうか、はい、なるほど、ご無礼いたしました。ただ今からまたコセンターに失礼いたしました。コイントスに先立ちましての記念撮影でした。これよりコイントスとなります。はい、やったことない。そうです、そうですよね、やったことない。あ、僕もないです。はい、さあそれからこちら発表がございます。早速チャット欄には
日体さまざまな方々から両チームに対する応援とエールのメッセージが送られております。この一戦にそれぞれの方々が非常に思い入れある形がここで証明されていることが非常に心に私自身非常に緊張感みなぎってまいりました。福士長様が投じられましたコイントスの結果選択権はどちらとなったでしょうか。選択権を得ましたのは台北プレデターズとなりました。台湾のチーム台北プレデターズが取ったようですね。どちらを選ぶか。そうです。さあこの選択権を果たしてどのように行使するでしょうか。オフェンスから始めるかディフェンスから始めるか、どうなんでしょうね。やっぱり先に先制点を取り、はい、そうです。チームカラー的にオフェンスに自信のあるところは先にというところもありますし、反対に自信があるからこそ後半チョイスということもありますね、うん、さあこの辺のあたりは各チームのまさにインサイドワークといいますか、はい、作戦でしょう。おっと台北はこの選択権を後半にチョイスしました。従いまして選択権は琉球ガーディアンライオンズに移ります。そうですね。ですからこちら琉球ガーディアンライオンズが、はい、まあ、いわばレシーブですから前半の、はい、ファーストシリーズオフェンスを取るということです、はい、でこちらの方の、今陣地が決まりました、こちら正面からご覧の皆さんにはご覧のようにブルーのジャージ、綺麗な色、こちら琉球ガーディアンズライオン、こちらの方がですね、はい、ライオンズがですね、左から右へ攻めていく。そうですね。反対に台北のチーム、台北キックオフ、琉球リターンで試合が始まります。はい、そうでございます。この試合は1クォーター10分の正式ゲージで行います。はい、これちょっと影響するかもしれないですね。そうですね、やはり微妙なものでね、風は非常に左右しますから、はい、この辺のグラウンドどちらを取るかというのも大事でしょうね。レッツゴー回遊という形で応援メッセージが飛び交っております。台北、さあその期待に応えることができるでしょうか。逆に琉球はこれを跳ねのけ一気に X2 を覗かんとする、その華やかしい一戦とすることにできるでしょうか。まもなく試合開始となります。気持ちがあるのかもしれませんね。さあまずはこちら琉球ガーディアンライブを先制することができるか注目していきたいと思います。さあ皆さんここからまずは台北プレデターズのキックオフで試合が始まります。アメリカンフットボールは今皆さんご覧のようにキッキングゲームから始まります。キックオフですね、先ほどタービンさんからご説明ありましたが、台北事前にいただきましたプレイヤーナンバーの中に22番が存在しておりませんので現在確認しております。失礼しました。22番はジョン・ファッシャー。おっしゃる通りです。リターナーがどこまで戻せるかということもあります。今ボールの位置ご紹介しますと、こちらの方は35ヤード。さあ琉球はリターナーにどのようなプレイヤーを配置するでしょうか。35ヤードからキックオフとなります。琉球はリターナーに29番と10番を配置しました。一人立ちをしているようですね。おっしゃる通りで、琉球10番は小屋、いよいよです。29番は中村。いよいよキックオフを迎えようとしています。沖縄パイナップルボールキックオフ。さあ短いクッキーを蹴りました。台北琉球リターンに入ります。失礼しました。中央付近で取りました14番、自陣37ヤード付近からの攻撃位置を確保しました。この位置から琉球ガーディアンライオンズの攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは琉球ガーディアンライオンズの攻撃となります。ボールを持ち陣38ヤードから琉球ガーディアンライオンズ、ファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。
攻撃権更新必要距離は10ヤード。クォーターバックが下がってショットガンのフォーメーション、ボールが出た、ちょっと使っていきたい。さあここでトラブルが発生している。何個か抑えましたが、ここは大きな。さあこのボールどちらどちらが抑えたでしょうか。カラウンで琉球が抑えておりますが、しかし抑えた時点後方でしたので約6ヤード、5ヤードロスをしている形になります。ボールを持った選手が倒れたところまでが前進地点という形になりましてプレー終了。したがいましてこの場合は5ヤードロス後退した形になりましてセカンドダウン2回目の攻撃となります。琉球がデアンダイオンズセカンドダウン15、攻撃権更新必要距離は15ヤード。こちら琉球チームです。ボールが出た、今度はよく通った。さあ今度は中央へのランプレー、ランニングバックにボールを託しました。ハンドオフをされましたランニングバック33番中央突破を図りまして約6ヤードのゲインとしています。見事にボールを持って走りました。これをランプレーと言います。見事攻撃前進を図りましたランニングバック33番は中本。ディフェンスはどちらが来るか分からない。それをさあこれによりまして琉球は3回目の攻撃に入りますが、攻撃権更新距離は更新必要距離は9ヤードとなります。琉球サーダウン9。さあこの9ヤードを取ることができるでしょうか。台北止めることができるでしょうか。さあコートバック下がった、パスを通してパスカットナイスです。ここでコーターバックはワイドレシーバー10番にパスを通しました。しかしそのパスを台北7番がパスカットしましてこのプレーを阻止しました。前パス失敗ですと元の地点に戻され、次の攻撃従いまして琉球はフォースダウンと変わります。見事パスカットしました台北プレデターズ。7番はジャッキー・シャオ。さあ琉球は4回目の攻撃に入ります。フォースダウン最後の攻撃権、果たしてどのようにするでしょうか。パントに変わろうかと思われます。フォーメーションを変えましてパントフォーメーションとします。パントはキックによる攻撃放棄のプレーですが、しかし陣地挽回を図りますが、このパントどうなるでしょうか。さあリターンに入るが、かわしていこうとする。しかしこれは琉球見事にカバーしまして、台北自陣25ヤード付近の地点で攻守交代となります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権で攻撃権を更新図るか、あるいはその4回の攻撃権を生かして相手に不利な状況で攻撃を譲渡するなど様々な選択を行います。琉球最初の攻撃は4回で終わりまして、攻撃権は台北プレデターズに変わりました。さあ台北最初の攻撃シリーズ生かすことができるでしょうか。台北プレデターズオン26ファーストダウン10。このプレデターズの右から左へ攻めるのを、さあ琉球ガーディアンライオンズのディフェンスがどう止めるか、この辺りが見ものです。さあ台北はどのようなプレーを選択するでしょうか。さあまずランニングバックに託しました。味方ブロッカーも生かしまして、そのまま左オフタックル付近を突破、ブロッキングを生かした見事なランプレーにより約6ヤードのゲインとしています。ゲイン6ヤード。フォーメーションは非常にオーソドックスですが、 T フォーメーションを選択しています。プレデターズセカンドアンフォー、パス成功、パスカンプリート、パスダウン。今度はパスプレー、ワイドレシーバー11番にパスを通しまして台北攻撃権更新です。台北プレデターズパスダウン、ナイスキャッチ、ワイドレシーバー11番、ナンバー11アンディ・チョウ。さあこれでファーストダウンは取っています、はい、で今取ったのが11番のワイドレシーバーアンディ・ショーです。さあチェーンが動きまして試合再開になります。台北プレデターズファーストダウン10オン42。これでもファーストダウンです。さあショットガンに変わっています。ボールが出るか出た、さあどうだ、速いクイック決め打ち、しかしここはパスコンプリート、しかしノーゲイン、2ヤードロス。ワイドレシーバー84番キャッチしましたが、そこで膝をついてしまい、そこでキャッチしてプレー終了という形になりましたので、結果的に2ヤードロスとなっています。台北プレデターズセカンドダウン12。それを反対に言いますと、こちら逆
ボールオンは自陣40ヤードからの台北セカンドダウン12の状況。さあ今度はランプレー、ランニングバック22番ハンドオフを託されまして右オフタックルを突破、約10ヤードのゲインとしました。素晴らしいランを決めましたが、台北プレデターズナンバー22ジョン・ファッシャー、短いヤードですからここは何でも行けそう、またはパスでも来そう、この辺のあたりの作戦。ここでホイッスル、フラッグ出てますね。失礼。ここで琉球前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは前半後半3回ずつ双方ともにタイムアウトを取ることができます。まずは攻撃が順調に進んでいる台北のリズムをたたんと、ここで琉球が前半1回目のタイムアウトを取りました。まあ、しかし今日はあの僕は大阪から来まして大変暑いんだと思ってますが、石向さん今日暑いんちゃいます？暑いっす。となりますとね、やはりこうやってね少しタイムアウトを取って水の補給をしながらというのも大切でしょうね。そうですね、まあ、緊張してますから余計にね、そういった意味でも喉も乾くでしょうし、はい、もう是非とも会場の皆さん、時計の状況は現地の時計に合わさせていただきます。現時点の時間に時計を修正させていただきます。画面にあります時計は現在のその状況の目安という形でご理解いただければ幸いです。試合再開となります。台北サラン2ボールオン46地勢49、その辺のあたりも今回早めに時間が進んでいきます。早く選手権が取りたいところですね。セットバックからどのような攻撃を選択するんでしょうか。さあボールが出ましてピッチオフです。外を大外にあるがディフェンスが早い。さあ左オープンランプレー、さあゴールデッドポイントはどこになるかでしょうか。今あのどうでしょう、ちょうどギリギリ今ボールを垂れた位置からすると微妙ですが、どうなんでしょう。さあ、レフェリーどう判断するんでしょうか。いや、しかしあのタイペープレッターズファーストダウン、見事ランプレーにより攻撃権更新としました。素晴らしいランで攻撃権更新果たしたのはタイペープレッターズナンバー22ジョン・ファッシャー。ちょっとここはタイペープレッターズの、さあ台北プレザーズここまでランパスともに非常に好調にオフェンスのリズムを作っております。相手陣に入りました。台北プレザーズエネミー 48% ここは実際にハーフウェイラインを超えてきましたから押さえるところであります。さあ頑張れ琉球ガーディアンライオンズ。パスを取るのか。さあ一つ読みで攻撃が始まりました。これは体が足りない。クォーターバックパスを投じると見せかけてそこから自らランプレーに展開しました。緊急発進のランプレー、しかしこれは効果ありまして約4ヤードのゲインとしています。ゲイン4ヤード、見事でしたね。素晴らしい判断でゲインしましたがクォーターバック。もあります。改革もありますので。ナンバー12トーマス・ジャン。こんな感じの改革であります。さあこれでおよそまたまた5ヤード取りましたね。はい。セカンドファイ。台北プレデターズエネミー45。相手陣45ヤードからセカンドダウン6。あと残り5ヤード。セカンドファイ。さあボールが出てもう一度向かったランプレー、外へ回れた。走ると間に合った。ナイスアップ。ここでランニングバック22番の総力で左オープン突破を図りました台北プレデターズ。しかしこれを見事タックルしましたのは琉球ガーディアンライオンズ22番。このランプレーのゲインを1ヤードに2ヤードに留めました。素晴らしい追いかけで見事このランを阻止しましたらディフェンスバック8番はネジマ。ここはディフェンス集中しています。タイペイサラン4ボールオンエネミー43。さあこの4ヤードをどう取るか、先ほどから見てますとランが多いようなんでランに集中するか、いやいやその裏をかいてパスでくるか。さあボールが出て下がってここはパスでくるよ、内野フィニーから前へ出た。これめり込んでこれがファーストタイペイファーストクォーターバック12番パスを投じようと触りましたがターゲット開かずにスクラム。
しかしこの判断構想しまして台北攻撃権更新です。台北プリンターズファーサー見事攻撃権果たしましたのはクォーターバック12トーマスちゃん。そうですね、ここはねちょっと落ち着いて立て直してもらいたいですね。ここでホイッスルが鳴ります。着実に進めていきますね。さあ残り時間第1クォーターは5分を。ここで審判によりましてウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは審判の判断によりましてクォーターの半分で審判のレフェリータイムアウトを取ることがあります。本日は高温そして梅雨明けた間がないことにより湿度も高いことがありましてここでタイムアウトを取る形になり熱中症対策をする模様です。現在の沖縄の気温は現時点で31度となっております。沖縄にしては比較的気温が低いとのことですがしかし日差しも厳しくなかなかその環境に慣れない方には厳しい状況にあります。1分2本持たないですね。これきついですよね。きついです。ですからもうさすが皆さんね、社会人ながらも、練習鍛錬を積み重ねていらっしゃるからこそまだこうやってグラウンドに立てるということなんでしょうね。これはすごいです。しかし今あのこのちょうどブレイクと言いますか水を飲みながらここはねさあウォーターブレイクと言いまして試合再開となります。台北プレデターズオフェンス、ボールオンエニミー38、ファーストダウン10。さあ相手陣38ヤードの状況からの試合再開です。琉球ここでこの攻撃をなんとか止めに行きたいところですが、この水入り果たして活かせるでしょうか。逆にプレデターズはこの状況をそのまま勢いに乗りまして一気に先制点を上げる形になるでしょうか。もう敵陣の36ヤード7ヤードまでボールは攻め込んでいます。石深井さん、ええことおっしゃいました。おっしゃる通りでね、こうなったらもうディフェンスの選手がもうバテバテになりますからね、ですから本当にここは早く切りたいところ。パスはゴールさあパスはゴールさらに行った前が空いてるぞ。パシュートどうだ。タッチダウン。タッチダウン。クォーターバック12番、ここでワイドレシーバー11番にショートパス。11番ここでタックル受けましたがこれを外しまして一気に独走、オープンレーン一気に上がりましてそのままエンドゾーンを駆け込んでタッチダウン。見事なタッチダウン、パスキャッチ、その後タックル見事タッチダウンとしまして台北プレデターズポイント6タッチダウン。ゲインフットボールはタッチダウンをしますと得点がもちろん入ります。この場合は6点が入ります。この後素晴らしいパスプレーによってタッチダウンを上げました。ワイドレシーバーは11アンディー・チョウ。ゴール前からのプレーをしタッチダウンもう一つしますと2点もらえるという2ポイント。さあそしてタッチダウンの後のワンプレードライフ4ポイントに及びます。選ばれるのではないかと思いますが、いや違うか。さあ台北はここでプレーを選択します。2ポイントコンバージョン。今6対0、あと2点ボーナスをもらうか。落ち着いて中央パスは通ってる。2ポイント成功。プレーズコンプリート。クォーターバック12番プレッシャーをかわして中央に入り込んだワイドレシーバー84番にパス。これをカバーされながら見事キャッチしましてそのまま84番エンドゾーンに入り2ポイントゲイン。台北プレデターズプラス2ポイント8ポイント。台北プレデターズ8点、琉球ガーディアンライアンズ0点。まず台北プレデターズがタッチダウンで先制を得る形になりました。見事なパス、2ポイントコンバージョン決めました。キャッチはナンバー84ハリー・リュウ。さあまず台北がタッチダウンを上げる形で先制、しかもその後2ポイントコンバージョンで一気に最大得点の8点を上げる形でその状況を優位な形で試合を展開しました。その得点を挙げました台北プレデターズのキックオフで試合が再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い得点を挙げた側がキックオフし試合再開となります。さあこの権利をいたしまして琉球反撃となりますでしょうか。まずキックオフになります。さあこのキックはショート。さあそれをリターン返していく。どこまで戻せる。粘ったがハーフラインの少し手前です。琉球自陣45ヤードを超えた時点で攻撃権を得ております。この位置から琉球ガーディアンライオンズの攻撃に変わります。
でした。ここはでも確実に取りたいですね。台北はまず先制を挙げましたが、しかしキックオフにおいてかなり優位な位置で琉球に攻撃を許す形になっています。さあ琉球はこれを生かすことができるでしょうか。琉球自陣48ヤードからファーストダウン10。ライオンズパスでゴー、まず左にいましたワイドレシーバー14番にパスを通しまして約6ヤードのゲインとしています。パスを取りましたワイドレシーバー14番は草開き、はい、非常に大事ですね。職業は壁外、内装関係のクロス職人ということがありまして、非常に繊細なパスをキャッチしまして6ヤードゲインとしています。琉球セカンドダウン4、さあ今度は中央ランプレー、ナイスラン、ファーストラン、今度はランプレーに展開しました。味方ブロックを引き出してまして、キャリア33番見事攻撃権更新です。琉球ガーディアンズファーストラン見事攻撃権更新果たしたランニングバック33番は中本。さあまずランパス交互に入れ合わせる形でリズムを作る形で攻撃権更新果たしました琉球ガーデンライオンズ。さあこのまま勢いに乗るでしょうか。ボールオンは相手陣41ヤードから琉球ファーストアンテン、はい、さあショットランです。クォーターバックが今度はボールを持たせました。さあ再びランプレー、しかしこれは台北ナイスディフェンス。何枠33番に再び託して中央突破を図りましたが、これは台北ナンバー18見事なタックルによりましてゲイン1ヤードにとどめております。タックルしましたのは台北プレデターズナンバー18エルワード・リャオ。セカンドダウン8、あと8ヤード、さあここはどういう風に琉球セカンドダウン9、ボールが出て今度はパスできる右サイドどうパスでゴー、再び中央に切り込んだワイドレシーバー14番にパスを通しまして約6ヤードほどゲインとしています。もうすでに実況席では私まだご挨拶してワイドレシーバー14番草開き、ここでまず空中戦によって突破口を開かとしております。さあここでホイッスルが鳴っています。さあ今度はチームタイムアウトは台北が取ったようですね。ここで台北プレデターズが前半1回目のタイムアウトを取りました。さあやはりねこの辺のあたりもなかなか試合巧者といいますか台北ユースタイムアウト、リズムが相手チームに流れが来そうだという時には一つこうブレーキを出すということで、この辺のあたりはサイドラインの皆さんの、まあ、いわば作戦の台北もまず琉球のリズムを止めんと、ここで守備の段階でタイムアウトを入れました。おっしゃる通りです。やはりこの時間がというのがですね、私も数々のゲームを見てまいりましたけども、その時間の使い方といったところはですね、非常にアメリカンフットボールの魅力の一つというように思います。さあこのタイムアウトをどのように双方生かす形になるでしょうか。激しいぶつかり合い琉球相手陣33ヤードから試合再開となります。琉球ガーディアンライアンズエネミー33サーダーン3、例えばオフェンスラインの皆さんの動きによってクォーターバックが仕事ができている、そうなんですよね。そういったところも、見えてきたらまた面白い、そしてその上に時計の使い方といった部分も大事になってまいりました。まあ本当はアメフトというのは威力あるスポーツですよね。面白いです。はい、サーダーン3ぐらいありますか。おっしゃる通りです。さあサーダン3ここはどうする、ボールを持たせました。さあ中央のプレー、さあブロッカーも行きたいで、ナイスバック、ナイスバックファーストライン琉球、ここはランニング枠33番のランプレーにより攻撃権突破を攻撃権更新を果たしました琉球ファースト。ここ一番でランニング枠33番中本のランが光ります。中央ついてファーストダウン、さあ攻撃権更新になりました琉球、相手陣23ヤードからファーストアンテン、エネミー23ファーストアン、ファーストアイコー最下、ナイスゲームファーストアン、
ここでクォーターバック7番ワイオルシーバー10番にパス、これを10番競り合いながら見事キャッチしまして攻撃権更新とします。琉球ファーさん、素晴らしいキャッチアンドラン決めましたのはワイオルシーバー10番の小屋。システムエンジニアの素晴らしい精密さがここで光りました。さあこれに応じて相手陣3ヤードの地点から琉球ファーサンとゴー。さあ4回の攻撃権で残り3ヤードの獲得を狙います。さあ中央のプレータッチダウン。さあこの後ですよ、はい、1週間この3ヤード琉球は本日高勝なランニングバック33番中本の突破によって一気にエンドゾーンを陥れました。ガチャ琉球ガーディアンライオンズ6点獲得、琉球プラス6ポイント。そしてパチアのトラワンプレートライ4ポイント、果たしてどのようにするか。あでもキッカー読みましたね、ここはとりあえず琉球ここはキックフォーメーションを選択します。風もちょうどどうでしょう。我々放送席には正面から来てるんですが風はどう流れているのかちょっと分かりにくいです。キッカー高見沢のキックです。どうでしょう。このキックを90番高見沢決めまして1点追加プラス1ポイント、琉球ガーディアンライオンズ7点、台北プレデターズ8点、琉球7ポイント、台北8ポイント。このキックは90番宮古島シーホースから移ってまいりました高見沢が見事決めまして、この両双方とも得点を挙げる形で前半戦は展開しております。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点加点となります。この結果アメリカンフットボールの得点パターンは自殺点の2点セーフティーを加えますと2点3点6点7点 8点の5通りとなります。このタッチダウンをそれぞれ組み合わせる形により引き分けが起こりにくい試合形式になっています。さあその試合は先ほど得点を挙げた琉球ガーディアンライオンズのキックオフで試合再開となります。タッチダウン後のワンプレーを2ポイントで攻めた台北、確実にキックによって1点を加点した琉球、その差で生じているこの1点が果たして試合の勝敗どのように影響するでしょうか。琉球ガーディアンライオンズキックオフで試合再開となります。さあ台北プレデターズリターナーは22-34 22ジャンファッシャー34セラチェン、さあリターンに入るリターナーは34。さあタックル外していくスピードに乗った、一気に右オープン展開を図りましたが琉球もタックルしまして台北オン37での攻撃となります。ハリー琉選手は本当に活躍ですね、うん、ということはおそらくですが琉球のベンチサイドは彼をマークしなくてはということになってきますね。失礼しました、リターナーは84ハリー琉。台北自陣37ヤードからファーストダウン10、台北オン37オン37オン37。台北ここはオプションプレー、クォーターバックキープ or RB ピッチ、 QB キープチョイス、キャリア12ゲイン3ヤード。まずここで台北はオプションプレーを選択しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、ここは自らクォーターバックキープしまして右を2クロ突破、約3ヤードゲインとしています。キャリア20、キャリア12トーマス・ジャン。おっしゃる通りでね、さすがですね、立て直して、台北セカンドアンス7、さあ今のでボールオン40。さあどうする、今度も持たせるが中央だ、中央だ、いやしかし彼はね、さあ中央のプレー、キャリアは22番22タックルを外しまして約5ヤード6ヤードのゲインとしています。
4番のこちらが赤選手、見事であります。タックルなかったらファッションいけましたもんね。台北キャリア22ジョン・ファッシャー、タックルしましたのは琉球4番の赤。これがね、我々がおっしゃる通りで、関西人は必ず使う必死のパッチ、もう後がないといった感じでありますが、これは見事なディフェンスでした。台北サラン1ボールオン台北としましては46。さあサラン残り1ヤード、どのような選択をするでしょうか。台北プレターズ、ここに投げるのか、反対に走らせるのか、ショットガンになってボールが出た、どうする、持たせた、反対側が抜けた、ナイスランファッサー。ということは先ほどの手前側アーミー22ハンドオフキャリーファッサー、ランニバック22番ハンドオフ託されまして攻撃権更新です。台北プレデターズファッサー、見事攻撃権更新果たしたランニングバック22ジョファッシャー、今のは残念ながら、止めることはできませんでしたが、しかしいいディフェンスが続いていますよ。ここでホイッスルが鳴りました。第1クォーター終了です。第1クォーター第1クォーター終わりまして、琉球ガーデンライオンズ7点、台北プレデターズ8点、フットボール楽しファーストクォーター琉球ポイント7台北ポイント8、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。楽しませてもらってます、嬉しいです。